はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。美少女サッカーシミュレーションゲーム、ヴィーナスイレブンビビット、やっていきたいと思います。なかなかこの、ヴィーナスイレブンビビット、長時間見ていただく方が多いということです。おっと？なんだこれ？団体戦？マジありえなくない？勝つのは赤組で決まり。見分けがつきにくい。髪の色が違うんだけど。おや？そうだよ。ツンデレ。なるほど。サービスカットですね。ということで、団体編、フューチャー、三浦春日。ですね。ミラハイもまだ続いてはいます。この、団体戦が終わ、団体戦はミラハイが終わってからかな？じゃあミラハイの続きやるしかないよね。チーム、遠征カード帰国です。さあ、行ってみましょう。お、団体制を受け付けてますっていうことですね。受付を、じゃあ、済ませましょう。と思ったら、エントリー、白組に参加しましたということで、23日に試合があります。ルールですが、まあ、他のオーナーと争って、白組に所属して、その白組の累計ポイントで勝利を目指す。チームワークということですよね。はい。団体戦はまだですので、ミラハイをやっていきたいと思います。ミラハイって前もやったよな。中級戦ですか。イベントポイントは 50%。これは、選ぶしかないですね。おっと、ゴールキッカーが、まあ、シュート決めちゃえば終わりなんですが。ポイント重視。キックオフ。ちょっとお腹空いてるかも。
ポジティブパス。お待ちってなんか出前みたい。さあパスが通りました。さあアメリカンシュートを狙います。さあ残り時間に周囲。さあそうそうシュートに行きたい。なんだ俺。あ捉えた。おお。結構容易には容易ならざる感じはしますよね。後半戦行きましょう。攻め合えてますね。結構強敵。おっともうゴール前まで来てるぞ。やばい。あ抜けられた。先取点奪われた。なあほな。抜けた。また取られた。おっと、紬がちょっとやばい。そう、相手に取られてますね。やばいな。潜入大作戦。完全に抜けられてるやん。強い。抜けられた。さあ選手交代。もう試合終了が近いぞ。全然惜しくない。でも一応ポイントはもらえます。これレベルアップして巻き返しましょう。オーナーレベル20も近いですよね。ボールは友達らしいが蹴ったりし大丈夫なのかのってわけですね。さあ、これで勝てるかな。パス通った。張る胸が。
あ、インターセプトされた。取り返した。また取り返された。向け合えた。取り返した。一進一退の攻防になります。ちょっと、ここ気をつけないと。伊沢夏実はもう、スタミナ失ってますね。さあ、慌てて戻ります。取り返しました。抜けた。さあ、チャンス。先取点。後半戦です。さあ、防ぎ取り返したいところ。早くも取りました。いいですね、いい流れ。ポジティブパース。さあ、ひなみや次に陽線とドリブルで越えた。もうバテてますね。ルーミンとチェンジです。おっと、インターセプトされちゃった。金は命より重い。どっかで聞いたくせいるだよな。インターセプト、アメリカンシュート。なんとここでロングシュートになった。さあ、ルミが取ったが、でももう試合終了ですね。勝ちました。さあ、これでオーナーレベル20に上がりました。イベントポイントもゲットです。当然行動力回復、フレンドワークを増加です。フォーメーション361を解放ですね。さあ、これで中級に挑戦したいが、シナリオを見てみましょう。最高でしょうね。任せてちょうだい。腕の見せ所ね。あら、当然でしょ。入ります。おや？あ、怪しい。Of course。おや？
くし。ありゃ。なんか。あ。ゴールド解放です。さあ、ストーリー2が表示されます。チョコレート工場、なんか男性が化粧したように見えるな。ショートパーツか。またドン。飛んでしまった。ちょっと、これはまずいかも。ここまでかな。あ、ここも50いける。下にを見てみましょう。あ、被害合ってるんだ。機会がない。わかる。株デイトレーダー。お、ラスベガスディスってますね。おっと、成功した。ストライカーレベル4をいた、入手しました。ミラハイ続きを行いましょう。さあ、中級に挑戦です。さあ、パラメータアップして勝利を目指します。
典型プレイ。すごいな、アクションポイント。キープ数がどんどん増えていく。捕らえた。インターセプトできない。なあ、ほな、ロングすぎるシュート。ディフェンダーが結構苦しんでんな。さあ、後半戦です。なんとか止めたいが、取った。打ちこなすハイディング、なんだこれ。ああ。試合がもう残ってない。これ開いた。いい流れだが超えた。しかしやはり負けましたね。さてと、スカウトってできるんかな。なるほど、10連には4000がいるのか。チケットは足りない。ということはまだミラハイを続けないといけない。重視でいきましょう。
ミステリーカットすごいな。またと会えた。もう一回ミステリーカット。しかしこれはスタミナが負荷が。うわ、もうゴール前だ。あー、越えられた。おっと、越えられた。厳しいですね、条件が。お二人で、超えられた、超えられた。さあ、これは防ぎました。すぐインターセプトされる。シュート、今度は言い合えた。これは決まらず。残念。最後に通常リフやりますかね。キューブへ。よし。うん。なんだろう。ん？なんだろう。ちょっと不穏。誰？スワンエンジェルス。おお。さあ、試合開始。負けろ、もらうじゃない。
ごい悪そうな目してますよね。なんかこれまでのような相手とはいかないのか。ずっとドリブルしてる。一人で試合やってる感じ。捕らえた。カットした。さあアメリカシュート来い。前半戦終了ですが、スタミナが少ないのが痛い。たルミタッチです。さあルミを張って。お願いします。さあ抜け合えたが、若々しか弱い子強い。しかしこれ超えた。これは大きいぞ。さあもうゴール前に行ったんだ。オフサイドじゃないんだ。2点目。勝ちました。おお、発狂してます。よかったですね。ローカルリーグ制が。ありますね。ローカルリーグはすごい。昏睡状態だったんだ。当然ですわ。積んで。知り合い？いかんの。ファンなんだ。私はファンなんですよ。もう。あ、ユリ属性。やべえ。あ、この後めちゃくちゃ。本当ですね。8部昇格、富士山を取り戻すっていうわけで。あんまりリア度は高くないですね。中級じゃダメですね。初級の3ですね。まだThank you.
ってみせるわ。花村リオ、頑張ります。花村リオ、頑張ります。やってください。オーケー。花村リオ、頑張ります。あら、そう。花村リオ、頑張ります。どうぞ、ご活躍ください。リトル魂、どうぞご活躍ください。私さらに見せるね。いい判断だ。鍵を握るのは君だ。やってみせるわ。お願い、任せてください。あとはやってみせるわ。やってみせるわ。お願いします。え、なんだ、止まったじゃなくて、多分おっと、これバグ？再開します。とどうなるんだろう。これで試合開始だ。あれ、また試合開始だ。決めてみせます。あとはやってみせるわ。やってみせるわ。お願い、決めてみせます。頑張ろう。決めてみせます。あとは花村リオ、頑張ります。はい、勝負です。はい、お願いしますね。花村リオ、頑張ります。どうぞご活躍ください。いいよ、お願いお願い。自分の出番、どうしてもらえますね。はい、さあ、おっと、超えられた。選手権奪われた。決まった。アイドル魂にかけて、どうぞ任せて。ご活躍ください。任せて。お願いしよう。依頼をして、あーっと、ピパヨカ求め合いますね。これはこのゲーム、実はやばいかね。ミッドフィルダーがバテ始めてるぞ。抜けました。さあ、ルーニーストライク来た。今度は伏せ、さあ、破りました。同点です。取り行きたい。よし、取った。どうぞご活躍ください。さあ、ルーミーと思ったら、さあ、エミリー超えた。さあ、アメリカンシュートだ。超えた。逆転。
しました。はい、というわけで、ミラハイを、やってみました。ちょっと途中止まったところもあって申し訳ありませんでした。また、かなり長時間見ていただく方が多いんで、引き続きこのゲームやっていきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。